皆さん同士で、そのこだわりどころをですね、ぜひ楽しんでいただきたいなと思いました。ぜひですね、今日この空間は今日一日限りなので、楽しんでいただきたいなというふうに思います。闇市スタート。ハラハラハラルの尾崎です。ハラハラハラル、今回ここですね、ここのブースで、スパイスチキンカレーを販売してるんですけれども、ムスリムの方々、ハラルフードですね、まあ、それを食べられるっていうのと、そのプラスアルファで国立市の方々がそのなんて言うんでしょう、まあ、魅力的に感じるような、まあ、導入、ハラルフードの導入として、まあ、食べやすいように国立野菜を導入、まあ、使わせていただいているといった感じです。で、こちらがどこどこハラルっていう、まあ、コーナーになります。で、これはいろいろなお国なんです。国の、ハラルマークを探すっていったゲームコーナーになっていて、これが、まあ、インドネシア、シンガポール、タイ、トルコ、フィリピン、マレーシアっていう、ムスリムの方々が多く住む、まあ、国の、ハラルマークを探すといったゲームになっていて、まあ、こういうのですと、まあ、ここにハラルマークがあるんですけれども、これを3つ探すとステッカーがもらえるといった、そういったゲームになります。基本的にはやっぱりハラルマークっていうのはハラルを知ってないとやっぱり見ないっていうのもあるので、こういうアクティビティ、楽しいアクティビティを通じてハラルマークをなんていうの、探してもらうことによって、まあ、ハラルのアンテナ、ハラルマークをこれから見たときに、あ、これ見たこと、前も見たことあるなみたいな、そういった、まあ、なんて言うんでしょう、そういうアンテナを、まあ、立ててもらいたいという意味で作りました。で、こちらが国立野菜の販売コーナーになってます。で、こちらはスパイスチキンカレーに国立野菜を使ったということもあって、国立野菜のやっぱり魅力を伝えたいっていう、そのやっぱ一部分のところも、まあ、前に押し出していきたいってことで、まあ、ここの販売コーナーのブースを作りました。で、クラブサバーブの活動を通しての感想なんですけれども、まあ、初めはやっぱり自分がハラルフードをやっぱ国立市に広めたいっていう強い思いで始まった企画なんですけれども、試作を通してメンバーの仲が深まって、で、真剣に話し合えるような仲になったので、そこで自分のその、まあ、内なる思いをすごい引き出してくれて、で、そういうので今回スパイスチキンカレーっていう、そのハラルフレンドリーをやっぱり一番前に押し出しさせてもらったという感じです。なので本当にこのハラルフードを広めるというその企画が自分の中で実現できて本当に良かったなって思います。こんにちは、私は町中狩猟民族ヤガワビトのものでございます。こちらではあなたもヤガワビトになろうということで、ヤガワの自然物を使ったお面作りワークショップを開催しています。こちらが受付となっておりまして、まずここでヤガワビトになりたいぞという方が、やってくるわけですね。で、ここでまず最初にお面の土台を入手してもらいます。土台っていうのがこちらですね、子供用と大人用があるんですけども、まあ、こんな感じで、こちらがお面の土台になっています。こちらを選んでもらってから素材選びの、ブースに向かいます。こちらです。ここが素材選びブースになります。まあ、見てわかる通り多種多様な自然物が置かれてるんですけども、まあ、それぞれどこで採取、まあ、元に狩猟したかということが分かるように説明が書いてあります。まあ、例えばこちらママシタ公園で、狩猟した数珠玉だったり、ヤホの天満宮のカヤの実、とか多摩川一帯で採れたクコの実、他にもどんぐりであったり葉っぱであったりとか、まあ、様々な素材が取り揃えてあります。で、ここで好きな素材を、ゲットしてからこちらの工作ブースに向かいます。
はい、まさに皆さん自分のお面を全力で制作しているところですが、ここで持ってきた素材や、絵の具などなどを使ってお面を作ることができます。はい、そうですね、もうここではもういくらでも作り込むことができるので、皆さんのアイデアを爆発させて様々な素晴らしいお面が作られています。そして、満を持してお面が完成しましたら、こちらの撮影ブースに移動します。はい、こちらのフォトコーナーでは記念撮影ができるんですけども、まあ、その際にやはりここでも際立って目立つ自然物であったり、ちょっと槍とか斧、あと、まあ、あるいはそのくるみを使った楽器といったものを手に取って記念撮影することができます。ここで撮影をしたら、まあ、ワークショップは完了となります。そしてさらに、こちらに移動していただきまして、今回カフェコーナーも用意してあります。こちらがヤガービトちぎりカフェというところでして、ヤガービトに、まあ、お面を作ってヤガービトになった、ことを、まあ、祝してヤガービト同士で交流しようというところで、まあ、ヤガー由来のお茶であったり、コーヒー、さらにスパイスティーといったものを楽しむことができます。クラブサバーブ闇市、ちょっと当日になるまでどんな雰囲気になるのかわからなかったんですけども、まあ、今こうやって過ごしてみて自分のブースもそうなんですけど、すごい たくさんの人に、いらっしゃっていただいて、非常に参加する側としても楽しめています。やっぱりその直接ダイレクトにいろんな人と交流ができる機会っていうそのものが、なんていうか最近は個人的に貴重なものではあったので、そういった部分もすごい新鮮で、まあ、ワークショップする側としてもそのいろいろ出てくるアイデアにハッとさせられることもありますし、他のブースのアイデアにもすごい、ああすごいな、こういうこともできるんだなっていうところで、すごい感嘆するばかりです。最後まで楽しんでいきたいと思います。そして、まあ、と同時に盛り上げていきたいとも思っています。ありがとうございました。こんにちは、フジミダイ博士という企画です。こちらは私たちのブースで、こちらに富士見台大学という、まあ、大学を闇市限定、本日限定で開校しております。私たちは、富士見台まちづくり、次世代まちづくり人材、富士見台博士を育成するカリキュラムを取り組んでいるような、ブースでございます。こちらのようにカリキュラムがあって、まあ、45分の間に前期課程のフィールドワークと後期課程の共同研究と論文執筆をしていただけたら富士見台博士に、なれます。でフィールドワークとして、この会場にいる人たち、このバッジをついている人たちに軽くインタビューする感じで、まあ、フィールドワークを行っていただくことです。それで、まあ、共同研究でこのブースの後ろの方に集めていただいて、まあ、意見交換みたいな感じで富士見台とはどういう街なのかをしっかりお話しする感じです。最後に富士見台の一言について、こういう紙に、まあ、論文という紙に書いていただいて、このマップに貼ることがまあ、論文提出ということです。それを全部終えたら富士見台博士、この町を知る、この町の人を知る富士見台博士に、なることができましたということになります。こちらの、写真撮影ゾーンでガウンと可愛い帽子をかぶってもらって、こちらの認定証をもらえます。感想というのは、まあ、本当に私は単純になんか楽しそう、クラブサバーブが楽しそうだなと思って、なんかこの街でなんか面白いことができそうだなと思って参加してみたんですけれども、本当にいろんな人たちが集まって、まあ、学生であろう、社会人であろう、自主営業の人であろう、本当にいろんな知識、いろんなスキル、いろんな興味関心を持っている方々がここで集まって、本当に不思議なアイデアとか変わったアイデアを出したりして、私もまあこの富士見台という街を新たな目線から
見るようになってきたなっていう一番大きな学びがそれかな。クラブサバーブ自体もすごくいろんな人との出会いがあって面白いなと思ったんですが、実際今日もなんか参加者の人と話してみたりとかして、その参加者の方々も街についてとか人についてとか関心があって、さらにその学びを深められるような体験を今日は体験提供できてるんじゃないかと思ってすごく嬉しくなりました。ちょっと午後からも頑張っていきたいと思います。はじめまして、ハケフェスというチームでイベントやってます。国立 の、 あの南側の地域の、まあ、湧き水がいっぱい溢れ出てくるところのハケというところを、まあ、あの親しむ、ためのイベントとしてハケフェスをやってます。で、実際のイベントとしては今日午前中ハケで直接水を汲んできて、その湧き水をに浸かることができる、足湯、まあ、あるいはハケ湯って言ってるんですけどのイベントだったりとか、あとはその近くで焚き火に当たりながら焼きマシュマロを作ったりとか、その、まあ、リッツで挟みながら楽しんで食べれるような企画と、あともう一つは1時間に1回ぐらいの頻度で、波形の地域のことを遊びながら楽しめる波形カルタという企画をやっています。なんか感想としてやってみてどうだったのかなんかありますか？すごく忙しいけど、たくさんの人が喜んでくれて意外な反応ももらえて楽しいです。結構子どもたちが多いんで、なんかその子どもたちのエネルギーみたいに負けないように企画をちょっとやるのに、結構こっちもエネルギーを使いながらなんか負けないように楽しんでやってるっていうのが今の現状です。あとは結構この T シャツとかも今回原田さんがデザインしてくださったんですけど、結構統一した色味とかロゴのデザインでやってるので、結構こう、まあ、一つのこうアウトドアのイベントとしても結構統一感があっていい企画になったなというふうに思ってます。闇市閉店。